坂本牧場の方に行くと、あれがあるよ、ともちゃんがさ、大食いした陣内カツ丼とラーメン頼んだとかったじゃん、セットの あそこあっち行く、あっち行く、うん、まあ陣内で大盛り別に食わなくて、うん、大盛り食わなくていいからね、とりあえず左行くか、うん、で、デザートにソフトクリーム行くか、うん、すごかったもんね、カツ丼はちっちゃいかなと思ったら普通に来たからね、そうなんだよ、ありえないよね、あれありえないよね、だってなんか値段的には半額っぽいよなんて、うん、なんだったもんね、だって980円ぐらいだもんね、うん、ラーメンとあれついて割と効かんみたいなね、うん、あ、とってかい、塩辛ください、塩辛と、塩辛とライスだけください、うん、塩辛さん、塩辛、実際頼めんのかな、塩辛とライス、いや、あ、確か単品ではあれ、うん、大丈夫なのかね、大丈夫だよ、いや、あとはこっちのメンタルの強さか、そう、それでいけるのかっていうね、そう、だってね、しゃぶしゃぶ屋に行って何も頼まず肉、ご飯と塩辛だけでしょ、うん、頼むからね、どう考えてもおかしいでしょ、おかしいよ、塩辛が美味しいんで、でもそれはそれで嬉しいだろうね、店の人はね、うん、塩辛が美味しくて食べに来るんだからね、そうだよ、だから今度塩辛屋にしなさいと、うん、なだめて帰ってくるよ、なんかなんか本当お土産とかでね、単品で売ってたら帰ってもいいぐ、買ってもいいぐらいだ、うん、そうそうそう、買って帰っても本当にそれでもいいよ、うん、ご飯のおかずから酒のつまみから何でも来い、何でも来いだね、あのうまさはね、塩辛好きじゃないと多分塩辛あんまり食わないじゃん普通は、うん、塩辛を好きで食わないと食えない、食わないね、だから多分隠れた一品なんだろうね、うん、美味しいかもしれない、ほんとね、ただやっぱり高貴だね、うん、ケイちゃんも高貴がいいの、ほんとはほんとは高貴の方がいいの、あのマルテールの方が好きなんだよ、かっこいいね、間違いないよ、話は変わるけどさ、うん、あのグルーガンあるでしょ、うん、僕これねグルーガンのさ、あのボッシュのやつ買ったの、うん、あれいいわ、いい、うん、グルーガンのじゃ全然ダメ、全然全然、だって温まるまでにさ5分ぐらいかかったよ、あそうなの、100円だって、うん、じゃあダメじゃん、でもあれすげえ機動力悪いじゃん、15秒ぐらいだすぐ出てくるんだよ、あそれの方がいいわ、そう5分って結構かかるよ、そうなんだよ、何回やろうとしてさコンセントに突っ込んで5分温めて、うん、それからだから何かとねすぐ使えないんでね、確かにね、ボッシュのやつはさ、うん、もう電源入れたらほんと5秒 10秒ぐらいですって、うん、それすげえわ、15秒ぐらいから使えるっていうの、うん、5分も待ってて、ね、やる気なくなっちゃうもん、そうそうそう、でけどね、なんかやるかって、そう準備してさ、うん、コンセントに出してさ、そっからだからね、熱でね、温めないといけないからすぐ使えないよね、あれね、うん、それだけはしょうがないな、ボッシュのやつはいいわ、うん、コードレスただやっぱり高い、はい、何倍する100円ショップの、あ俺が買ったのが100円ショップじゃなくてほらホームセンターで600円ぐらいだけど、うん、じゃあ6倍ってことでしょ大体、うん、100円ショップが100、あ100円ショップもあれもホームセンターで買ったんだっけ、100円ショップで買わなかったんだっけ、うん、一番最初のも、うん、あじゃあ今そのボッシュのいくらだ、ボッシュのね4000、結構そんな100円ショップで買ったら40倍ですんだ、あ、じゃあ3000いくらだったの、3000いくらか、うん、あ、でもやっぱり損害しやがら違うわけね、違う違う違う、あ、向こうのところに模型あった、あるよこれは、昔からある、昔からあるのは駐車場がないからダメなんだよな、そうなんだよ、駐車場がないと行かないって言ってるんですよ、駐車場なければ行かないじゃなくて、うん、止められないんだから来んなって向こう言われたりするんで、向こうでね、ラブオールトンってさ、うん、もう新しいんじゃない、新しいよ、でもなんかフカヒレの姿煮込みとかそういうのも売ってるよ、中華、中華、でもラーメンって書いてあるね、ラーメン屋みたいだってね、どっちだいね、ちょっとそこら辺がわかんないな、ってこと中途半端か、中途半端かもしれないね、じゃあダメだな、うん、完全にフル装備、どういう風に完全フル装備なのかをちょっと本当だよ歌ってほしいね、うん、これだけじゃわかんないもんね、わかんないわかんない、どういう装備なのか、フルで装備してるだけなのか、それからフル装備でもすごいね、強いやつをね、そうなんかロトのシリーズみたいなね、うん、そういう装備なのか
局ああいうのはさ、店側、ね、うん、メーカー側が、ね、フル装備って言ってるだけでね、そうそうそう、でも他にもいろいろあるじゃん、そうそう、こっち見てられない、これもつけてなくないのっていう、そういうのがね、うん、あるかもしれないもんね、うん、フル装備ってだけじゃ何とも言えないね、言えないよ、私の店って書いてある、何売ってんだろう、私の店で、うん、私売ってる、私売ってる、いや、バッファーが出てきたよ、どうぞ私を買ってくださいっつって。じゃあ右に行こうとしてるのか。そうみたいだね。それはなかなか難しい。もう、だからもこっち側に出て、うん、向こうで曲がるかして、そうそうそう。した方が早いね。うん、早いね。安心だし。うん、ちょっとあれか。あ、このマックもそうだよ。本当だ。誰向こう誰。中途半端なスピードで行きやがって。本当だね。この間マツコなれ見てから冷やし中華がちょっと食いたくあるんだけどな、うん、基本的に酸っぱいのがそんな得意じゃないからな。なるほど。あ、これだ。何これ、食べログで見たやつ。マジで中旬あんのかな。中旬ないんで、多分手前からだけど思うよ。あ、そう、うん、じゃあちょっと寄れないね。現茶だね。現茶に。そうだよ。現茶で来ればあそこ止めに行って。うん。それとバス。そうだね。うん。バスで通ってるもんね。あるし。うん。歩きはきついね。いや、電車、電車とね。あ、電車の歩きね。うん。最寄りの駅はちょっとわかんないんだけどさ。うん。津田沼かな。津田沼じゃない。あ、もうバスの方がいいんじゃないのじゃあ。それか京成線があるんだよ。うん。その辺に。うん。100円台だっけ、なんかあったよね。生本物。え、間違いないね。うん。5のつく日、中古 DVD 半額。本当だ。5のつく日か。5のつく日っていうのはね。うん。5がつくね。月だとか時間も全部ね。そう。言ってくれ。この手の食堂ってさ、増えた時爆発的に増えたけどさ。うん。今も頭地になってるよね。もうある程度作ってたのかな。ないんじゃない。作ってないでしょ。作ってないでも新しいのは出てきてないよ。うん、もうそうじゃね、スタミナフェアのカレーとか、オクラとかさ、かぼちゃが乗ってるなんか野菜、夏野菜のカレーみたいでうまそうだ。うん。これって要はあれなんだよね。飯とか全部単品製なんだよね。そうそうそう。一個一個、要は盛り合わせみたいな。うん。自分で。うん。好きなものをね、取ってって。うん。でも、コシヒカリって書いてあったしね。だからトータルで見るとそんなに変わんなくないじゃないの、ね、うん、逆にあれもこれもってなってね、うん、高くなっちゃう可能性もあるけど、その可能性もあるね。まあ一品一品は確かに安いなぁなんて思いながら見てた記憶はあるんだけど、うん、結局ね、そう、結局いっちゃうっていうパターンだよね。うん、トータルするとね、うん、ラーメン屋のトッピング制度と変わんないよね。うん、そうだね。ラーメンもね、なんか普通のラーメン、酢ラーメンとか頼んでもトッピングしたら結構いっちゃうもん。うん。それでが安いわけじゃないと。次、今いい雰囲気のラーメン屋があったんで、ちょっと調べよう。うん、分かった。うん。いい雰囲気のラーメン屋があった。俺が調べるんだからもう、あれではさすがに間違えたな。いい雰囲気のラーメン屋で調べる。うん。ちゃんと、名前を見たからね。名前も確認済み。うん。あれ本日休業って書いてたの、営業してます、営業って書いてたんだけど、インターネットで。うん、あ、違う、そこに、 お店に。あ、お店に、うん、マジで営業の張り紙じゃないけど。じゃあインターネットが間違えてる。うん、口コミ5件しかないな。いや、多分駐車場とかもなかったから、うん、昔ながらのラーメン屋みたいな佇まい。おお、いいね。うん、なんかすげえ落ち着けそう。なんかもうお座敷とかあるわ。おお、それは間違いないか。駐車場、奥とかに駐車場ありゃいいんだけどな。こういうのなかなかいいかもしんないな。場所がね、混んでるとこだからさ、ちょっと考えちゃうよね。うん。駐車場もそんなに広くないでしょ。いや、駐車場はあそこになければないんだ。今だから駐車場あるか見てるけど。おう。たまにほら、ああいうとこだと裏側に駐車場取ってたりするじゃん。自分家の、あれを。うん、これ地元の、あ、地元も回りたいね、本当に。ん、地元、家近所のさ、飯屋。
そば屋とかあるじゃん、ラーメン屋とかちょこちょこさ。あるよ。行ってないところとかでも。あと小さい頃行ったとかさ。確かにね。地元こそ名店ある可能性あるからな。この間も俺がいつも会社行くところにさ、長寿庵とかさ、あとラーメン屋とかもあるんだけどさ、うん、あいとこ行かねえなと思ってさ。そうなんだ。でもうまい感じないもんね。案外行かないんだよな。やっぱ出かけ先がね、メインだからね。そう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 。だから遊びに行く時間がさ、ちょうど11時とかそのぐらいから出かけようって言うんだったらさ、飯食って行けるんだけどさ、うん、そうそうそう、早くから行くとまだやってなかったよね。まだ飯には早かったりするから。そうなんだよ。そうするとやっぱ近場ってのはあんま行かないんだよね。そうなんだよ。そう考えるとさ、ね、俺ら飯食う距離って大体決まってるね。うん。朝出かけてちょっと走った先のその周辺。だからあのここに行くってしないとダメなんだろうね。うん。決めていかないと。そうそうそう。大体なんとなく旅するところが決まってるから、そのところの距離感で見ちゃうよね、うん、いつもね。そうだね。でもほんと小豚とかだったらもうそこで食うっつって行くからさ、行くけどさ、うん、あんまりそういうのないかもしれないね。なんかその旅の途中のいい位置でここら辺にしようとかさ。お、ピアこれ曲がるかい？曲がって、これ曲がるといける？いや、裏でずっと行けんだよ。あ、本当に？あ、じゃあ曲がっている？混んでるしね、なんか。うん。裏筋太郎ね。そう、ちょろちょろちょろ。